4月のマーケ部門の新宿オープンです。出張買取かける地域かけるおすすめで10位以内に入っているので、なるほど、これは可能性があるんじゃないかと思ってるっていう感じです。3分の1ぐらいのスピードでしかチームの動きが進んでないっていうのは課題感めっちゃ感じてるんですよ。株式会社マクサスで一緒に働く仲間を募集しております。20代30代で徹底的にキャリアアップしたい、独立してお金を稼ぎたい、そんな熱い方をお待ちしております。概要欄よりぜひともお申し込みください。いらっしゃいませ、ズボンです。本日なんですけども、4月のマーケ部門の新宿オープンです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、前回に続いてマクサスマーケ部門としてどうだったかっていう報告動画になっております。今回から流れとして、4月にどういったことをやってどういう成果が出たかのトゥードゥ、あとはキープですね、良かった点、まあ継続すべきことみたいなで、プログラムですね、課題点とか、そこに対してトゥードゥ、具体的に今後どうしていくかみたいな流れに乗っ取って進めていけたらなというふうに思っています。まずトゥードゥ、4月に具体的にどういったことをやったのかっていうのを教えてもらってもいいですか。大きくマーケの作業としては3つあると思っておりまして、はい、まずは4月からアフィリエイトの出向を頑張っておりまして、はい、最近少しずつ出向をし始めたっていうところになります。なるほど。4月からアフィをやるためにそこの下準備をしてたって感じですね、はい、じゃあまずはアフィリエイトの出向、はい、で今5月だから徐々に出向でき始めたんですか。そうですね、はい、今1つ出向できていて、はい、もう2つももうちょっとで出向できるかなという。なるほど。じゃあ4月にアフィの準備、アフィリエイトから集客を集めるためのっていうところでやり始めたっていうのは1つ目。そもそもアフィリエイトとは何ぞや、はい、じゃあアフィリエイトの説明をお願いします。アフィリエイトっていうのは成果報酬型広告っていう風に言われていて、サイトの運営者とか、あとはインスタとか SNS とかもあるんですけど、誰かがこの商品いいよって紹介して、それが実際に買われたり、自社の場合だとお客さんが実際に買取を申し込んできて、お客様から商品を買取した時にだけメディア様にこちらから料金をお支払いするといった完全成果報酬型でなっている広告になります。基本的な広告っていうのはとりあえず出したら電車とかチラシとかも成果が保証されないもんだと思うんですけど、アフィリエイトって成果が保証されてるっていう形で、まあ、やっていて、うちの場合はどういう条件でまず出向し始めたんですか。条件としては、はい、お客様の家に訪問して、はいはい、査定した段階で料金が発生するっていうところで設定しました、はい、媒体とかによってもあれが違いがあると思うんですけど、1件いくらぐらいでやり始めた感じですか。1件3000円の支払いになっております。一件訪問するのに対して3000円お金をお支払いするよっていう形でアフィリエイトを出向したっていう形で、一件3000円ってめっちゃ安いですねって思うじゃないですか、はい、一応バイセルが4000円とかですかね、はい、僕らの場合はどっちかっていうと、高齢者は別にターゲットにしてるわけじゃなくて、家具とか家電とかそういったものをターゲットにしているので、ああいった高齢者をターゲットにしているところよりも安くてもアフィリエイターがついてくれるんじゃないか、要は宣伝してくれる人がたくさんついてくれるんじゃないかと思って一旦試しでやっているっていう感じですね。一旦3000円であれば許容範囲内っていう感じで、まずはテスト的にやってみるっていう感じになります。なので、だいたい訪問で3000円とかで、実際は ASP の手数料とかそういうのもあるんで、もうちょっとかかりますよね、こっち側のコストとしては。で、ざっくりどれぐらいになるんですかね、こっち側のコスト5000円ぐらい。4000円から5000円ぐらいに。税込みとかになったら、あれかな、もうちょっとかな、5000円ぐらいかな、はい。っていう感じで、まあ、アフィリエイトをやり始めたということで、あとは何をやりました。サブディレクトリーの運用っていうところで、簡単に言うと新しいメディアの立ち上げですね、はい、あとは関右衛門ブログをもうちょっと拡張していこうっていうところで、新しく記事を投稿しているっていうところです。新しいメディアをやり始めたっていう、はい、それは新しいメディアっていうのはどういうメディアになるんですか。出張買取に特化したメディアをしていて、キーワードでいくと出張買取×地域みたいなところを狙うキーワードっていうのを中心的に入れております、うん、主にですね、その出張買取×地域おすすめとか、あとは家具買取おすすめとか、そういうメディアって言うてもその記事型のメディアになるので、なんとか買取おすすめみたいな、そういうようなキーワードを取っていくようなメディアとして作ったって形ですね、新たに。それも4月やったことっていう感じですか。そうですね、はい、4月中に何記事ぐらい出したんですか。まだ記事自体は5記事程度でして、はい、4月5記事いたんですよ。すいません、6記事ですね。2サイトを動かしていて、3記事ずつ入れました、うん、なるほど、4月にね、はい、ははは。そこは成果としてはまだ何にもよく分かってない感じですか。一つのメディアに関してはかなりいいので、はい、もうちょっと記事を増やして実際にアクセルを踏めるかどうか調査していこうっていう感じになってます、はいはい、かなりいいというのは数字で具体的に教えてもらえると嬉しいかもしれないです。
キーワードでいくと、はい、出張買取×地域×おすすめで10位以内に入っているので、はい、なるほど、出したばっかり10位以内に入ったから、はい、これは可能性があるんじゃないかと踏んでるっていう感じですね。一、はい、つのメディアそれがあった、はい、もう一つのメディアっていうのはもう一つのメディアに関してはまだいい感じの順位はついてないので、うん、もうちょっといろんなキーワードの記事を入れてどれがいけそうかっていうのをまだ模索してる段階です、うん、なるほど。あとはマーケに関しては最後なんですけど、はい、引き続き Google 広告の運用をしていて、はい、こちらはちょっとかなり苦戦しているという状況になってます、はい、リスティングの広告ですかね、はい、SEM とかリスティング広告とかって言われるキーワード検索した時に上位3記事とか出てくる広告とかスポンサーって書いてあるような枠ですね。例えば出張買取って調べたら広告とかスポンサーって書いてあるのが多分最初3つぐらい出ると思うんですけど、これがリスティング広告って言って1個クリックするとクリック当たり130円とかそういうような費用が発生するっていう感じの広告になります。それは今現状運用していてうまくいってないと。ただそれは引き続きやっているって感じですかね、はい、そこら辺の具体的な数字もまあ聞いていこうかなとは思うんですけど、なんかあります？他に今紹介予算ってどれくらいなんですか？月30万を目標にしてるんですけど、だいたい10から15万円くらい先月回ったっていう感じですね。先月途中から回してるってことですか？始めたのは2月末からなのでうまく回ってないっていうところはありました。CPA はどれくらいなんですか？ CPA っていうのが問い合わせ単価ですね。問い合わせ単価 CPO かな。CPO でいくと1万円は超えていて、うん、現状だとコスパとしてはかなり悪いっていうところ。1万円と悪いんですか？獲得で1万は悪いですね。獲得っていうのは実際に訪問に至って制約ですね。ですよね、はい、制約で1万は高いです。だって訪問イコールほぼほぼ制約するんで、うんうん、でも出張買取の平均案件単価って確か3万から5万ぐらいのレンジだったような気がするんで、はい、まあ、4万ぐらいの粗利単価が取れるんだったら1万円でもまあ悪くはないかな。ギリギリですね。それだとめっちゃギリって感じなんで、だいたいアラリに対する広告費で言うと 20% だとちょっと高いかなっていう感じ。 10% ぐらいが適正ラインっていう感じになるので、うちのフランチャイズとかだと CPO で3000円とかっていうところが一つの基準になってるんですけど、ただそこは比較サイトの運用とか混ぜこぜなんで比較サイトはどうしても落ちやすいみたいな感じですかね。そういうのも全部バルクで考えるとだいたい3000円前後っていうのはうちのその FC での基準になってるって感じなんで、リスはそこまでもうちょっとどっちかで客単が上がりやすいんでもうちょっと踏んでも大丈夫かなとは思ってるんですけども、それでもさすがに多分6000円ぐらいにしていかないとちょっと合わないんじゃないかなっていうところがあるので、そこが結構今後の方課題というかっていう感じじゃないかなとは思ってますね。はい。ドゥドゥやったことってのは分かったんですけど、具体的にキープ良かった点どんなことがあります？良かった点としては、はい、これまでは結構闇雲に走っていた感っていうのが自分の中であって、はい、システムの内容とかも理解できないし、うん、みたいなところがあったんですけど、少しずつマーケの数字っていうのが見えてきたところが良かったかなと思っていて、うん、例えばこの媒体の問い合わせを出してくださいって言ったら、うん、ある程度すぐ出せるようになってきたり、うん、ある程度こうシステムの数字っていうのが少しずつ見えてきたかなっていうところは良かったかなと思います、うんうんうん、他は何かあります？良かったね。良かった点とはちょっとずれるかもしれないんですけど、今マーケの事業計画書っていうのを作らせてもらっていて、25歳社会人として PL で話できてるのはすごいありがたいことだなと思っていて、普通の会社だったら予算に対して予算を消化するとか、あとは人が足りてないから増やすみたいなところかなと思うんですけど、使ったお金に対してちゃんとリターンを設計しないといけないみたいな、そう営利ベースで話してるっていうのはすごくありがたいなっていうところには考えてます。マーケで PL があるんですか？事業予算に対してのこのマーケのコストが何パーセントみたいなのがあるので、今そこで少しずつ来期の事業計画とかを立てて。そうですね、はい、ちなみにマーケのコストってどれくらいかかってるかこれはね、これだけ言ったら多分分かんないと思う。相対的なマーケの予算でしょ？マーケの予算があるわけでしょ？マーケの予算が1ヶ月間どれくらいかかってるのか。あ、今、ナウで？ナウ。ナウで言うと、まだマーケチーム自体が計画通りに組んでるわけではないので、今期はまあどっちかってかなりナーナーで進めてるっていう感じで、うん、一応来期7月からの、計画っていうところを今、走ってるっていう、来期の一応話になりますね、うん、今の。問題課題、今現状のマーケチームとして4月の振り返りって3つありまして、1つは数字は見えてきたんですけど、まだその数字に対していい悪いがあんまり分かってないっていうところだったり、うん、その数字を改善するためにっていうところの具体策っていうのがこうパッと出るかっていうと、うん、まだ出てこないので、うん、今度は理解してそれを使えるっていう段階に持っていかないといけないかなというふうに思っています、うん、
例えば具体的に何が分かってるのか。例えばですけど、各媒体の問い合わせ数とか査定数とかは見えるけど、その問い合わせ数が多いのか少ないのかとかが今現状まだ分かってないっていう状況です。それをどういうふうに伸ばしたらいいかとか。はい、2つ目は作業的なところになるんですけど、もともとアフィリエイト出向っていうのを4月中になんとか終わらせたいっていうところだったんですけど、自分が初めてだったり結構エンジニア要素が含まれたっていうところもあって、ここが1週間とか2週間ぐらい遅れてるっていうのが反省点かなというふうに思います。あと3つ目は感覚的なところになるかもしれないんですけど、自分と関さんとか他の人もですけど、スピード感とかコストのどこにアクセルを踏むかっていうところがまだ自分が掴みきれてないなっていうところがあって、ここのコストは抑えるんだとか、ここにはガンガンアクセル踏むんだみたいなところが自分の考えとギャップがあるところがあるので、そこは少しずつ今後コミュニケーションを増やして、そこら辺の感覚っていうところも掴んでいきたいなっていうふうに思っています。最近何で感じました？それメディア出稿のところで1ヶ月余裕持てばそんなにコストかからず記事投稿できるところを、そこの予算が多少かかってもいいから早く巻いていこうみたいなところのスピード感が、それ言われた時はこうなんでみたいなところがあったので、そこのこう認識の合わせっていうのは今後少しずつ合わせていきたいなと思います。それはでもほうれん草不足な気が。会社に来てないからね、ほうれん草がしづらい環境にあったりとか、あとは今のステージは1ヶ月目で終わらせておいてほしいぐらいな、数時間とかは入社1ヶ月目で終わらせておいてほしくて、2ヶ月目からもうちょっと講習をああしようみたいなコミュニティが取れるとベターだなっていうところを3ヶ月かかっちゃってるから、僕の体感で CMO に求めるスピード感の3分の1ぐらいのスピードでしかプロジェクトがとかチームの動きが進んでないっていうのは現状の課題感めっちゃ感じてるんですよね。数打って精度をどんどん上げてってっていう形をやらなくちゃいけないのに、数が打ててないことがめっちゃモヤモヤしてるっていう感じ、うん、これはこういう風に数を打って当たって、じゃあここに集中すればどん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 当たっていくよねみたいなところ、あとはそのキャップがあるからトップラインがここまでしてできるとか、そこら辺を見極めて今のうちから来期に向けて本当当て打ちまくって当て感をだんだん作っといて、そこの優先順位を決めて優先高い順からどん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 コスト投下していくみたいなシナリオをこのタイミングでもう作ってほしかったぐらい感じ、うん、踏んでも結局予定よりうまくいかないよねみたいなところがあるから、これがダメだった時にじゃあプラン B プラン C プラン D こういうのを持ち手として考えといてある程度作っとくっていうのはやっぱ必要だよねっていう、そこがスピード感がちょっと ずれちゃってるというか、3倍スピードが僕は早めといてほしかったけど、なかなかそれがすり合ってこなかったみたいなのはちょっとあるかもしれないですね、うん、それを受けてどう思いますか？その通りだと思います。そういう風になってしまった原因なんだと思う。まあ、一番はコミュニケーションを密に取れてなかったっていうのは一番大きいかなと思います。そこまでの期待値が伝わりきってなかったとか、そこまでとは思ってなかったとか、あと何をすればいいか分かんなかったとか、自分の中で若干そこはあって、さっきも数字が見えてなくてやっと見えてきたっていうところで、どこに向かって走ればいいんだみたいなのは若干ありましたけど、それを確認するとか、そこを見つけていくっていうところも自分のしないといけないところだったので、どこに走ればいいか分からなければ聞くとか、そういうところが足りてなかったなっていう。そうですね、そこがあればなんか現状の状態が分かるんで、そしたらこうだよねとかああだよねとかって話ができたかもしれない。僕の中では一旦今期は、まあ、途中から入ってるからあれだとして、来期やっぱりその会社としても人員計画もがっつり作って直営も外にしていくっていう目指してる中で言うと、こうやったらこうマーケ踏めるよねっていう手持ちがないこと、プラン B プラン C みたいな、プラン A すらあんまり固まってないみたいな、でこれがダメなら次、まあ、せいぜい3案ぐらいまでは本当は用意したかった、用意できるように6月までにやりたかったっていうのが本音としてはあって、結局成果が出るのってなんか遅れ遅れじゃないですか。営業と違ってリアルタイム出ないんだよねマーケは。だからそこを逆算するとめっちゃ焦んないとやばいなって個人的には結構思ってたんですけど、そこら辺が僕としてもなんかどう伝えないのか分かんなかったって、焦ってる感は僕の中ではかなりあったんで、あれしてたつもりはあるんだけど、多分そこの意図があんまりうまく伝わってなかったなっていうのは感じますね。うまく体系的に分かりやすく説明できてればもうちょっとあれだったかなと思いますけど、ちょっと現状のそこの反省課題をそれぞれ理解した上で次の話を考えていくっていう必要性があるかなと。まあそんな風に思ったって感じですね。はい、
じゃあそこ踏まえて今月以降実施トゥードゥーとしてはトライですね。トライっていうのはどういったことを今月以降やっていきましょうか。先月から注力してる、うん、まずはアフィリエイトと広告、うん、あとは新しいメディアっていうところをしっかりスピード感持って固めていくっていうところが一つ、うん、アフィをしっかりとそれぞれ全部マネタイズするってことですね、はい、アフィはアフィでね成果報酬だから紹介してくれればどうにかなるけどみたいな、そもそもこの条件が悪くて紹介してくれなかったら意味ないし、けどそれをまず一つそのそこら辺の3つをちゃんとやっていくって話ですけど、それに対してどういう具体的なそれぞれアクションをしていくって感じになるんですか。アフィリエイトに関しては、うん、今日も医者さんとミーティングさせてもらったんですけど、はい、ただ出向するだけじゃなくて、はい、実習的に動いていかないといけないかなっていうのを思ってるので、うんうんうん、ASP に頼るだけじゃなく自分たちでもアフィリエイトどうですかっていう営業は必要かなと思ってます。それはメディアに対してってことですか。そうですね、うん、はい、買取系のメディアを持ってる方に対して、うん、なるほど、直接ね、はい、もしここの動画見てる方でメディアやってる人とかだったらちょっとこれからどんどん問い合わせ増やしていきたいんで、ぜひそのお問い合わせいただきたいなと思ってるのと、同業者とかでも出張買取案件エリアが違くて行けてないとか、大型の問い合わせとかそもそも家具家電とかやってないとか、それこそ小田さんのとこで言うとお酒の買取はやってるけど店舗で買取やってて出張に行けるリソースがないから、それをちょっと買ってきて欲しいみたいな、出張買取代行みたいな、他のもの掘り出したらくれるよとか、そういう取り組みができそうな会社さんあったらぜひともちょっと僕らもですね、今1都3県とプラス4月から大阪っていうところがある、そこのエリアで問い合わせ取れそうな人いたらちゃんと金払うんで、ちょっとそこは紹介してほしいですね、はい、そういう取り組みっていうのをどんどんやっていくってことですね、はい、あとは今月から来期のマーケ事業計画書っていうのを作ってるので、うん、そこをしっかり7月からなので、うん、ちょっと早めに固めていきたいなっていう、うん、まあそうですね、まあ、5月にはもうまず固めときたいですね。多少計画なんでボラはあるとは思うんですけども、そこら辺がパッと僕が見た時に数字が明らかにおかしくないよねっていうところで、うん、大体見ればわかるんで、はい、この数字絶対おかしいよねとか、はい、そこら辺の精度っていうのはある程度上げて5月中にはまあ固め切ってほしいですね、うん、で事業計画をしっかり固める、はい、はい、あとはこれはこれまでの反省にもなるんですけど、はい、今までアフィとか広告とかいろいろやってるんですけど、うん、今現状だと言われてるタスクを処理してるみたいな感じになっていて、うん、自主的に案を出せてないみたいなところがあるので、そこをちょっと抽象的にはなってしまうんですけど、これからどんどん発言だったりいろんなマーケの施策っていうのを考えて打っていけたらなっていうふうに思ってます、うん、まず数っすよね。これ再三なんか僕も営業とかでも言ってるんですけど、とにかくまず数やれっていうところ、あとはまあ迷うんだったらやれよっていうスタイルはやっぱマクサスのスタイルとしてあるんで、とにかくやっぱりマーケとかも数打たなくちゃ分かんねえなっていうところがあるんで、そこら辺はいろんな策がいろいろあるとは思うんですけど、とりあえずその数を打つことが大事なのかなっていう、で数を打てば結果が返ってくるんで、そこに対して学習をしていくっていうところがあるので、やっぱ失敗を恐れず数を打つこと、失敗をどれだけ早く経験したかが基本的な成長の速度だと思うんで、人間なんてそんなにそもそも能力値の差ってそんな倍とかまで差はないんですよって僕は思ってるんですよ、はい、じゃあ 50m 走った時にウサインボルトと比べて2倍の差は出ますか。出ないですよね、うん、そんなもんなんです。世界のトップと凡人でも2倍の差なんて出ないんです。これ脳みそも同じなんですよね。何が一番大きく差が出るかっていうと、いかに早くたくさんの失敗を積むかっていう、でそこをちゃんと学習として捉えて資産にしていくっていうことをやっていくかどうかだと思うんですよね。早くたくさん失敗する、なおかつそこを資産化するっていうこと、そこを元に次の改善を取り組んでいく。そうすれば結果的にはおのずと簡単に結果は出るんで、そんなに難しく考えずに、とにかくまず量を打つこと、早くたくさん失敗をすることっていうところが超重要なのかなと思うので、まずはそこのステージにマーケチーム全体として立たなくちゃいけないかなっていうところはちょっと思ってるので、うん、まあ、そこをやっていくって感じですよね。あとは結局マーケティングって価値ある問い合わせを獲得できれば、別にどんな方法でもいいんですよ。店前でティッシュ配るとか、いろんなパターンがむちゃくちゃ無数にあるんですよ、マーケティングって。そこをどれだけ俯瞰的に考えて最適な方法を選べるかっていうところの、脳みそをどう広げるかっていう、数ある選択肢のどれを使うのかみたいなところが超重要かなと思うんで、まあ、そこら辺も考えていかなくちゃいけないですよね。 SEO で上げることが別に CMO に求められることではなく、価値ある問い合わせをこう作ることですよね。そこの流れをちゃんと作り切ることなんで、そこがやっぱり求められることなんで、そこをどう作っていくかっていうところを広く考えてやるっていう、今までやってきたないことも含め、チラシとかもそうですし、直近僕は動いてるのは、こんなのが大したあれではないかもしれないですけど、車にロゴプレートをそういえばつけてなかったなと思って、ちょっとつけるように段取り組んでたりとかしてるんですけど、まあそういうのだったりと
とか。例えば、チラシの反響率を上げるために、ロゴプレート今作成してるんですよ。買い取らせてもらったお客さんの一部のリピーターさんとかに、ロゴプレート持った写真撮らせてもらおうかなと思ってるんで、はい、そこのお客様の声って、大体うちのコンテンツとかでもあるチラシの中にも入ってるんですけど、そこに一つその写真あるだけで絶対反応変わるんですよ。うちのロゴを持ったお客さんの写真をみたいな。そういうのをやっていくことっすよね。それちょっと僕の方で動いてる部分ではあるんですけど、当然レビューをとか、そこら辺がね、もっと広くいろんなことを考えられたらいいんじゃないかなとは思うんで、はい。そこら辺をね、まあやっていきましょうっていう感じですかね。頑張れ。はい。じゃあそんな感じで、ひとまずは4月のマーケ部門の報告動画ということでね。また来月もね、6月に5月の報告動画っていうところが出していけたらと思う。そこでね、どういう進捗がまたあるかっていうのをちょっと楽しみにさせていただければなと思います。はい、じゃあそんな感じでね、この動画は以上となりますので、また来月もお楽しみということで、ね、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。次の時代を担う僕たちが新しい時代にしていけるかもしれない。